はい、皆さんこんにちは。僕が、ここでマイクを持つのは2回目で、1回目は約3年前の俺誕生の、制作発表でした。その時は、緊張しすぎて、何も喋れなかったので、今日は、頑張りたいと思います。ナオミ役をやらさせていただきました秋山里奈です。よろしくお願いいたします。たくさんの方に作品見てもらいたいと思っていますので、皆さんぜひ記事大きく載っけてください。よろしくお願いします。そうですね、やっぱりあのユートと愛理の甘酸っぱくてちょっと切ない、ラブストーリーが見どころに、なっております。今回の僕の映画のコンセプトというか大事にしてるところは、絆とか人と人の強い気持ちの思いとか、そういうところがすごい描かれているんで、小さい子から大人の方とかもいろんな方が見ても楽しめるんじゃないかなと。で、現場に入って一言目がスタッフさんなんですけど、老けたねって言われてでもなんかそういうことも言い合えるくらい、もう本当信頼しきっているキャストとスタッフだったので、私は久しぶりに実家に帰るような感覚でデンライナーの撮影に行きました。まあ、懐かしい親戚との再会みたいな感覚でした。本当に温かくて楽しい現場だなっていうのと、あとレイジ役の古川君ともすごい話し合ったり、返信したどうやって返信したらいいって聞かれて、それに対して答えてみたりとか、すごい和やかな空気の中、撮影してたので、また海藤大輝をやれてよかったなっていうふうに、思いました。役柄的にすごい孤独でクールな役なので、その待ち時間とかも一人でポツンといようって決めてたんですよ。まあ人見知りっていうのもあるんですけど、人見知りっていうのもあるんですけど、ちょっともうちょい受けると思ったんですけど、すいません。でもそれでもスタッフの皆さんとか優しく声かけてくださって、本当にやっぱり温かい現場だなと思いました。僕は、ずっとドラマやってる時からずっとゼロノスのスピンオフをやりたいってずっと、言い続けてきて、夢が、叶いました。なんか願っていれば、夢って叶うもんだなって、本当に思いました。ありがとうございました。そしてよろしくお願いします。